皆さんいつもラジレキを聞いていただきありがとうございますこの番組は歴史の話と今の時代のつながりについてわかりやすく説明をするエヴァンジェリスト歴史の伝道者リートンと時に脱線するリートンの話を的確な相図編集を通してリスナーに心地よく届けるナビゲーターソッシーとでお送りします変化の激しいニュースが溢れる今の時代に知ってほしいそんな「 思わずシェアしたくなる、ラジレキをどうぞお楽しみください。さあ、今週は、えー、戦後日本で高度経済成長期の<お>、えー、時期に総理大臣を務めた二人、池田ヤ人と佐藤栄作についてお話をしています。うんうん、ということですけれども、まあ、前回は特に池田ヤ人の,の若っかりし頃についてお話をしましたけど、にね、<laughs> そうですね。佐藤栄作もね、頭がいいけど、 三兄弟の中では低いみたいな、うん、こんな評価でちょっとかわいそうだねとかっていう話もしたけど、うんあま,ね、まあ池田隼人の方がメインで結構喋ったから、うん。そうですね。僕ちょっと印象的だったのが、なんか、うん、<何>えっと、若い頃、その酒を自分たち売って、なんか商売をやってたみたいな話だったじゃないですか。結局自分たち飲んじゃったけどね。そうそうそう。<laughs> でも、なんかあそこに漂う彼の商売、 商売騙しっぽさがもしかしたら所得倍増計画みたいなところにつながっていくのかななんてちょっと思いながら楽しく聞いてましたけどまあでもやっぱり時代はこの後まあ戦争を迎えて終戦をまあしてとでその後の時代に入っていくこの時代の転換期でこの先この二人がどんなまあ人生というか送ってたかですよねそうまさにここで二人はまたこう別のね そう高校時代と同じだったけども、うん、佐藤栄作は東大に行き。はい。で、片屋池田隼人は京大に行き。うん、そして佐藤栄作は、こうてて、鉄道省で出世を順調にして行き。はい、で、対して池田隼人は大蔵省に入るんだけど、いろいろと病気とか、あそういったものもあって、うん、学歴もね、ちょっと東大より劣るっていうことで、うん、出世からだいぶ遅れてしまっているっていう状況だったんだけど、はい、これが戦後の日本で一気に、 情勢が変わっていく。はい、おまず、佐藤栄作。はい、兄貴は、うん。岸信介っていうのは前回言ったけれども、この岸信介、商、うん、務大臣とかも戦前の内閣でやっちゃってたから、お<ー>まあ、あの、菅野プリズンに入っちゃうけ、うんうんうん。なるほどで。結構官僚の上の層の人たちも、みんな、うん こう戦争協力者っていうことになっちゃうから、そういうことですね。あるいは戦争の責任とかを取ってね、うんうん、みんな辞職したりとか、うんうん、あ公職追放とかにあったりする中、うんうん、池田隼人、それまでの出世の遅れがぐわっとここで、はい、人がいなくなっちゃったからさ、人がいなくなっちゃったけど、徴税、ね、とかっていう、その実務をやらなきゃダメじゃん。うんはい、これもイメージしてもらったら分かりやすいと思うんだけど、はい、やっぱり、その、店舗とか、 店舗ビジネスとかでもさ、現場回してるパートの、パートのね、バイトリーダーとかがいなくなると、途端に回らなくなっちゃうとかあるじゃないですか。ありますよね。店長が変わってもどうにかなるけど。そういった中で、池田ヤ人がやっぱ実力を見せていく。そっかそっか。っていう。現場わかってるぞっていう強みですね。現場分かってるぞと、調整任せておけ。で、具体的に実務知ってるぞということで、アメリカからもね、 えー、<ー>日本の税制、占領するにあたって、今日本の税制どうなってるのか知りたいと。こういったことに、まあ、池田隼人が重宝されていく。へ超税してた経験がここで生きてくれてるのはなかなか興味深いですね。まあ実際の税務関係について詳しいっていうことで、うん、あのー、出世の階段をここで一気に伸びていくとい。一応生きてますね。いうところになっていくわけなんですよ。うんはい、で、もともと、あのー、戦前ギリギリのタイミングから、うん 1945年に彼は、兄弟で初めて局長ポスト。はいうん、まあだから、まあ、取り、そう、大蔵省の中の取締役だと思ったらいいよ。取締役クラスに初めて兄弟で。なる兄弟出身で、なったわけですね<う><ー>。前回の話でもね、ちゃんと言ったけど、うん、東大罰だったから、みんな東大出身者で固められてる中、うんうん、ついに池田ハヤ人が、うん、もう、 お出世の遅れをそこでも挽回したところじゃないところ。すごいですね。こう、そしてさらに1947年に。はい。池田ハヤ人は、なんとなんと、大倉次官に上り詰めるわけですよ。うん、おお、出世しましたね。そう、出世だよ。大出世。うん、遅れたのにね、あんな落第してた頃の、うん、池田ハヤ人に教えてやりたいよ。お前、うん、時間になるんだぜ。<laughs> <や>出世するんだぜって。 そう、ちょっと嬉しい気持ちになってきました。彼のこの活躍。うん、で、その池田隼人に負けず、劣らず、佐藤栄作も出世の階段登るってやってるわけなんだけど、はい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 。彼は、なんとその時、まあ、兄貴がね、逮捕されちゃってるわけなんだけれども、佐藤栄作自体はそこまでえ、兄貴ほど偉くなってなかったから、パージとかあ、公職追放とかそういったことにもなっておらず。はい、うん 吉田茂内閣。はい。に、なんと。お佐藤栄作は議員じゃなかったのよ、まだ、はい。議員じゃないんですよね。うん、そう。官僚だったじゃない、はい、その佐藤栄作が、なんと、吉田茂内閣の、はい。官房長官になっちゃうのよ。え、うんはい、<laughs> 議員じゃないんですよね、彼。そう。官房長官って、はいまあ、今だとさ、まあ、菅ちゃんが長かったじゃない、うん 安倍総理大臣の時ずっと菅ちゃんが官房長官やってて、政治家の中でもすごいこう、上のクラスじゃない。そうですよね。上から数えた順番が早い人がつくポジションじゃない、官房長官。うん、まさにまさに。なのにそれが佐藤栄作ってまだ若造よ当時。44歳の。44とか5、6だよ。40代後半。はい。で、政治家でもなく官僚上がりですと。官僚上がりというか、まだ官想上がってたらいいんだ。そうかそうか。うん。 それがなんと、内閣、はい、のね、官房長官やっちゃうみたいなことで、まあ、二人とも、まあ、片や大蔵省の事務次官。はい、片や政権の中枢。いやー、なんか二人、すごい、なんか、いい時代に、この二人の存在がやっぱありますね。こうね、うん、時代のおかげもあるとは思うけど、二人の器の大きさもありつつ、うんうん そういうふうになっていくわけなんだけれども、やっぱりそこまで、ねはい、政治にどっぷり使っていくって流れになっていくと、二、うん、人ともやっぱ議席が欲しい。で、吉田茂としても、当時吉田茂ってもともと外交官出身で、はい、外交官出身で、その、GHQ とやり取りをする上で、はい、やっぱ英語が堪能で、うんえー軍、軍部に協力関係がなかった。こういった人っていうので、吉田茂が、 なってったわけなんだけれども。はい、例えば、鳩山幸夫さんのお,おじいちゃん。はい、鳩山一郎。一郎えこの人なんかも、戦前に、はい、で、あの、文部大臣とかやっちゃってるから、はい、公職追放の対象になっちゃってるわけよ。はい、政治家って。っっ政治家で有力な人たちっていうのは、やっぱ公職追放にあっちゃうケースが多い。うん、そか。うん、そうなってくると、こう、議席を新しく、 作っていく。で、吉田茂も外交界出身だから、はい、自分の手足になる議員が欲しい。と、うん、っていうことで、官僚出身者の中で、はい。こう、選挙に出ないかって声をかけていくわけ。なる,なるほど、なるほど。で、佐藤栄作もちろん出ます。で、池田隼人も、うん、もう、よし、俺も吉田茂のもとで、議員になるぞっていうことで、やるぞと。佐藤栄作も、なるほどな池田隼人も、1949年の衆議院。うん 総選挙に立候補して、二人とも当選と、はい。なるほど。いうことになっていくわけなんですが、ここです。池田隼人。はい。一回正議員だね。はい。1949年に。はい。当選してるから。はい。ねはい、<の>初めて当選すると。なのに、一回正議員なのに、はい。大蔵大臣になっちゃう。すげえ。<laughs> そんなことありますか 麻生太郎さんと同じポジションにい <laughs> す,すげえ、一体政議員の、<laughs> えー、当時だから50歳か、まだ。すごい人事じゃないですか、これ。で、これはやっぱり、あのー、吉田茂が、外交官出身っていうこともあって、財務とかすごく重要なんだけど、はい、よくわかんねえと。で、よくわかんないし、うん、実務もわかってるやつにやらせた方が、そりゃいいよなっていうことで、<laughs> ね えー、うんお、ちょうど事務次官、直前まで、直前とかね、事務次官やってた男がいるやないか <laughs>、うん。うん。よくわかってるだろ、お前と。うん、よくわかってるだろと、お前やれや。うん、っていうことでやっていくんだけど、うん、どう池田隼人さんはね、はい。失言が多かったのよ。あら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 。ついついね、言わんでもいいこと言っちゃう。うん <laughs> ね、これは、僕でもね、大切なことだと思うんだけど、<laughs> うん、あの、政治家っていうのは、失言、うん、がない政治家っていうのは信用が置けないっていうこともね。な<ー>ぜなら失言がないってことは取り繕った発言ができるってことだから。うん、そっかうろ、裏表があるっていうことの裏返しになっちゃうのかな。可能性も十分にあるから、失言、うん、がね、多少、もちろん、<laughs> 本当の少年が腐った失言とは別よ。<laughs> <laughs> はい。でも、はいはい 本音をしっかりと喋るっていうのは結構大切なことだと俺は思うんだけど、うんうん、あのー、何言っちゃったかっていうと、うん、戦後、はい、不法投棄が進んでしまっていると。不法投棄。でいろ、いろんなものを捨てたりとか、はい、その、正規のお金を払ったりとかして投棄していくと、仕事ができない。そんな資金もない。だから、中小企業の中で、 資金繰りが苦しいところとかが不法投棄をしている。これは問題だみたいなことを、はい、あのね、これをどうするつもりなんですかということを、うん、え国会で聞かれた池田隼人は、はい、まそれがね、あのー、経済原則として、えー、ルールを守れない人たちが倒産するのは仕方ないと。はい、中小企業が倒産するのは仕方ないって言っちゃったわけ。<laughs> 言っちゃったんですでも理屈はそうじゃん。うん まあ,ま,あまあ、確かにだってルール守らなくて、そのルール守らないやつをどこまで守らなきゃいけないのかっていうことを、まあ、いろんな前提があるけれども、大原則としては、それルール守らないやつは倒産してもしょうがないじゃない。で別に変なことじゃないじゃん。<laughs> 変なことではない。だ、うん、けど、それがやっぱ切り取られちゃうんだよね。まあね、そう。中小企業が倒産してもいいってどういうことだ <laughs> っていうね、こういった失言とかがあったりして、 まあ、なかなか、池田勇人。そ大倉大臣として、こう、いろいろと成果もちろんね、残していくんだけど、残していくんだけど、やっぱ失言とかもあって、あの、敵が多かった。なるほど。池田勇人、しかもさ、あの、ボンボンだったっていうのもある、あるからなのか、結構苦労してるのに、あの、トントン病死出世したように見られちゃうわけよ。だって一回先で大倉大臣やってるし、 はい。僕らは、彼の、あの、うん、高校受験の失敗から知ってるよ。二 <laughs>、二郎してますからね。とか、そういったところがわかるんだけど、<laughs> うん、やっぱ、パッと一回生議員で大倉大臣になった。うん、で、事務次官、初めて。えー、で、兄弟で初の局長やったりとか、事務次官やったりとか、大倉大臣やってる。一、はいはい、回生議員で。うん、こいつ、トントン拍子で出世しやがって、みたいな。いやー、痛み、妬まれやすい。 なんか経歴ではありますよね。で、しかも裏表のないズバズバといっちゃう。うん、はい。そうするとやっぱ敵も多く作っていってしまう。うん、はい。で、それに対して佐藤栄作は、うん。幹事長をやったりとか。はい、うん。その後ね。こう、はい、政務関係とか、党務関係。で、みんなの人事とかをやったりとかして、うん、いろんなね、政策とかを調整したりとか、うん、あ,あ、お前さ、そうはいっても、<あ>ここはちょっと折れてくれよ、みたいな。うん,う,んうん。こういうことをやっていく。 だ後々、あのー、池田隼人を表して、はい、池田隼人は政策はあった。うん。政治労力、政策を運営する能力はあったけれども、うん。その、党とかをまとめる。はい。その力を取っていた。うん、はい。それに対して、佐藤栄作は、うん、政策はないんだけど。<laughs> 政策はないんだけど、<laughs> はい。さすが人事の佐藤。なるほど。人を転がして、うん。動かすのが上手だった。 うん、みたいな、まあ、こういった言われ方をする、ね。<ー>いうところなんだけど、二人とも、吉田茂の下で、順調にキャリアを伸ばしていきながら、成長していくっていう、うん、こういったね、うん、力強い、いい、こう、キャリアを歩んでいくわけなんですが、うん、そ,うそんな二人、仲良くね、二、はい、人とも、政策をで出世していくと、ね、当然最後のポジションは、はい、総理大臣一つ。そう。 一つ,、ね、つしかない総理大臣総裁の座をめぐって、池田勇人と佐藤栄作が対決をしていくということになっていくので、<laughs> 次週、火曜日にですね、えー、もう一歩、普通日本で終わるけど、はい、ちょっと日本で終わらなかったな。<laughs> 終わらなかった。いや、すごい終わらなかった。次、池田勇人と佐藤栄作がどういうふうなフィナーレを迎えていくのか。はい フィラーレというかフィラーレの前だな、ねうん、フィラーレに次でたどり着くかどうかは分かんない<う>から <laughs> そうですね2人がどんな総理大臣の座を巡っての争いをしていくのかを来週火曜日お伝えしていきたいと思いますので、うん、次回もぜひ聞いてくださいねお相手はリートンとソッシ,でソッシーでしたこんにちはソッシーです皆さん日々のニュースって理解できていますか政治や経済国際関係に社会問題 さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ。歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけど、なかなか時間がないな 詳しい解説が欲しいなっていう方はぜひ各種ポッドキャストプラットフォームや Spotify などで「ラ・ジ・レ・キ・新聞解説」で検索してチェックしてみてくださいね。